RC サクセションのギタリストとして、またボーカリストとしても活動している中井ドレイチ、中井ドレイチさん。息子についてや、結婚、家族にまつわるエピソードが気になります。また、2024年現在はどのような活動をしているのでしょうか。若い頃は RC サクセションのギタリストとして人気を集めていました。中井ドレイチのプロフィール、愛称、チャボ、チャボ、本名加藤秀明、加藤秀明。生年月日、1950年、昭和25年。10月9日、出身地、東京都新宿区。最終学歴、東邦高等学校卒業、所属事務所セブンスマザー、牧師。中井ドレイチに息子がいるかは不明、結婚相手は写真家で家族が印刷屋。現在、2024、モライブ等音楽活動を継続中。若い頃からギターが上手かった。中井ドレイチに息子がいるかは不明。中井戸さんに息子がいるのか気になります。既婚者なので、子供がいても不思議ではありません。しかし、子供に関する情報が一切ないのです。ひょっとすると、プライベートなことは完全に公表していない可能性もあります。子供の生年や名前が漏れてしまうと、セキュリティ面で問題も増えてきそうです。中井戸さんの妻はバリバリ働いている方ですから、あえて子供を作らなかった可能性もあります。さて、中井戸さんには、子供のような存在の若手アーティストがたくさんいるようです。寺岡よひと、寺岡よひとさんを中心とした後輩たちが、2011年3月に還暦のお祝いライブを ZEP 東京で開催してくれました。子供たちとは、前述の寺岡さんに加えて奥田民生さんや斉藤和義さんをはじめとする大物アーティスト。皆、RC サクセションに影響を受けて芸能界に入った方々なのです。ライブ会場は熱気に包まれ、大成功を収めました。中井戸さんも子供のような後輩たちにお祝いされて、とても嬉しかったことでしょう。結婚相手は写真家で家族が印刷屋。ここでは、中井ドレイチさんの結婚相手や家族について見ていきましょう。結婚相手は写真家の大久保久子。中井ドレイチさんは、写真家の大久保久子さんと結婚しています。大久保さんは青山学院大学で写真研究部に所属しました。卒業して、パリの写真などドキュメンタリー部門で有名な菅博史さんに師事。写真集も数多く出版しており、佐藤時子さんや RC サクセションの写真集なども出しています。音楽絡みの写真の仕事をして、中井戸さんと知り合った可能性が高そうです。写真展も1973年以降コンスタントに行っています。家族が印刷屋を経営。それでは、中井戸さんが生まれ育った家族について見ていきましょう。ファンクラブサイトによると、1950年に新宿の富山ハイツで生まれたそうです。父親は印刷屋を経営していたため、本とレコードが一体化した、そのシートが自宅に大量にあったそうです。中井戸さんが音楽に傾倒していったのも、このそのシートの存在が大きかったのだとか。小学校の途中から私立に転校し、中学、高校も私立に通っていたので裕福な家庭に育ったと言えるでしょう。
現在、2024、モライブ等音楽活動を継続中。高井ドレイチさんは2024年現在も、精力的に音楽活動を続けています。74歳になるようには見えない、エネルギッシュなアーティスト。2024年4月2日には名古屋の特造で、三宅伸二さんの感謝の日というライブにゲスト出演します。2024年5月10日と11日には久しぶりにソロでライブを行うのだとか。東京、南青山のマンダラで開催されますが、残念ながらチケットは完売したそうです。恋ドヤ RC サクセションで活躍していた頃からの根強いファンは、仲井戸さんのライブを楽しみに待っていることでしょう。若い頃からギターが上手かった、仲井戸レイチさんは、中学生の頃クラシックギターを習っていたそうです。中学3年生の時に仲間とバンドを結成したのが最初で、高校3年生の時に洋楽のコピーバンドをしていたそうです。バンド名は、コイドといい、メジャーデビューした時と同じ名前。ビートルズやローリングストーンズにハマり、エレキギターを演奏するようになっていたそうです。ブルースやソウルミュージックも大好きだった、仲井戸さん。東京デザイナー学院に進学後も音楽活動を続けていました。1970年からライブハウスで活動をしていましたが、その時一緒だったのが泉谷茂さんや RC サクセションなど、有名になった方たちがたくさん集っていたようです。その頃に金崎義太郎さんと出会い、1972年に、コイドという両名でメジャーデビュー。ブルースが大好きだったので、その路線でプロでもやっていこうとしていたそうです。しかし、軽く作ったフォークソング、さなえちゃんがヒットしてしまいました。仲井戸さん自身ルックスが良かったので、合わせて人気になり女性ファンが増えたのです。自分のやりたい音楽と、メディアに呼ばれて歌わされる音楽のジャンルが大きく異なっていきます。もう耐えられない、とついに仲井戸さんは爆発してしまいました。フジテレビのリブヤングで、さなえちゃんを歌わされることに耐えられなくなったのです。生放送で、俺はこんな歌なんか歌えねえよ。俺たちの他の歌も聴きやがれ、と替え歌で歌い退場。その後、出禁になってしまいました。1979年に、コイドは解散し、仲井戸さんは RC サクセションに正式加入。ギターの腕前がピカイチで、誰もが認めるギタリストになりました。